いやあれアナさん、これ。はい。ね。私の町。私の国。そうだよね。はい。綾名国だよね。綾名国ありますね。綾名公国だよね。ええ。うんうん。多分そこら辺にある。そうだよね。はい。そうだよね。なるほどね。うん。もうこの感じいいね。そうだね。実に小学生っぽくて好き。私も、それは思いました。うん。すごいなんかシンプルに、小学生、うん。そうだね。うん。いい。こういうの好きだよ。私も好き。では今週のエッチじゃないもんワードどうぞ。埼玉銀行。おお。縦どころ。縦どころ。埼玉銀行ですよね。埼玉銀行だよね。埼玉銀行ですよ。埼玉銀行ね。そうなんですよね。うんうん、私の愛すべき地元埼玉。地元埼玉。やっぱり綾野さんの埼玉銀行にお住まいなんですか？そうですね。埼玉近郊に住んでましたね。なるほど。住んでました。そうですね。住んでましたね。そう。はい。埼玉近郊については詳しいと。そうですね。まあ地元だけですけど。なるほどね。はい。なるほどね。埼玉近郊は結構、はい。埼玉近郊。はい。ああ。バス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 ちょっと、面白くなっちゃって。荒ぶっちゃった。ではね、最後は3回続けて言っていただきましょう。よろしくお願いします。はい。埼玉銀行、埼玉銀行、埼玉銀行。おお。言っちゃったね。言ってない言ってない。ちょっと言ってないよ言ってないよ。いやいやいや、埼玉銀行だよ。そうだね。ね。そうだよね。うん。あ、そうか。ちょっと私の耳がちってな。ね。くなかったな。大好き埼玉県。海ないけど。海ないけど、埼玉いいとこだから。いいとこだよね。うん、遊びに行ってくれ。いいとこだよね、いいとこだ。みんな、みんな埼玉銀行に行こう。そう。あと8月はね、みんなほら、アニサマとかであるから、埼玉スーパーアリーナ。ああ、そう、埼玉銀行にみんな行ってるだろう。埼玉銀行にみんな行ってるだろうからね。いつもご視聴ありがとうございます。別のチャンネルでも声優さんの面白エピソードを毎日上げてます。リンクは下の説明欄にあります。よろしくお願いします。はい。埼玉銀行、埼玉銀行、埼玉銀行。おお。言っちゃったね。言ってない言ってない。ちょっと言ってないよ言ってないよ。はい。埼玉近郊については詳しいと。そうですね。まあ地元だけですけど。なるほどね。はい。なるほどね。埼玉近郊は結構はい。埼玉近郊。はい。ああ。バス。台本バスバスバス。すいませんちょっと面白くなっちゃって。荒ぶっちゃった。ではね最後は3回続けて言っていただきましょう。ぽくて好き。私も、それは思いました。うん、すごいなんかシンプルに、小学生、うん。そうだね。うん。いい。こういうの好きだよ。私も好き。では今週のエッチじゃないもんワードどうぞ。埼玉銀行。おお。縦どころ。縦どころ。埼玉銀行ですよね。埼玉銀行だよね。埼玉銀行ですよ。埼玉銀行ね。そうなんですよね。うんうん、私の愛すべき地元埼玉。地元埼玉。ええ。やっぱり綾野さんの埼玉銀行にお住まいなんですか？そうですね。埼玉銀行に住んでましたね。なるほど。住んでました。そうですね。住んでましたね。そう。はい、いやあれ綾野さん、これ。はい。ね。私の町。私の国。そうだよね。はい。綾名国だよね。綾名国ありますね。綾名公国だよね。ええ。うんうん。多分そこら辺にある。そうだよね。はい。そうだよね。なるほどね。うん。もうこの感じいいね。そうだね。実に小学生。